メルマガこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、お客さんからご質問いただきまして、この老化現象は防げますかと。どん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 年を取ってきて、体がね、あのいろんな機能が悪くなっていくことを防げますかというところです。でこの部分はですね、えー、専門家の方の言葉を借りてですね、お話しさせていただければと思います。では、画面の共有です。こちら、老化現象は防げますかというところです。 老化現象はもう仕方ないんでしょうかと。物忘れとかですね、白内障とか、今、ありがたい意識を響かせることを続けています。これは非常にこのありがたい意識を響かせるということはすごく重要かと思います。では実際にですね、この専門家の方はどういうふうにおっしゃっているのかというところですね。こちら、お尾渕良一先生、日本ホリスティック医学協会の名誉会長さんですね。でこの方と本当にこうありがたいことにですね、 湯島の倫理法人会で講和させていただいたときに、日本総合医学者のです、ね、渡辺社長さんからご紹介いただきまして、ぜひ、このオビツ先生とまあ考えていることが同じなので、対談問題したいとご提案いただきまして、本当にこうありがたい形で、波動とエネルギーのレシピという本を出させていただきました。2020年にです、ね、出させていただいて、でそのオビツ先生が、 老化に対してなんですけども、その前にこの帯先生とごご意もを持たせていただいたときに、すごくこう驚いたのが、なんとですね、この小渕涼一先生が、私の東大空手部のですね、39年上の大先輩、同じ空手部だったんですね。で、その部分でもあって、すごくこう可愛くですね、可愛がっていただいております。で、帯渕先生がどういうふうに伝えているかというと、老化現象っていうのはもう起こると。それが、 早い段階から10年、20年、15年、老化がどんどん進んでいくのか、例えば80で亡くなる3日前から急激にひュイイとこう老化が進んでいくのか、っていうので、老化のスタートを遅らせることはできるというふうに伝えてたんですね。で、その秘訣は何かと言ったら、その秘訣がときめきだとおっしゃってるんですね。 で、ときめき躍動感ワクワクで、えー、その部分で、このあと今日一日生き切ったな、思いっきり自分を生かしたなっていう響きでですね、この自己治癒力、自分をこう生き返ら生き返らせると、湧き上がらせるエネルギーが湧き上がるというふうに自己治癒力、自然治癒力が湧き上がるというふうにおっしゃっていて、えー、老化が遅くなるということを伝えています。小渕先生がですね、もう80を超えられてるんですけども、非常にこの 読んだ本をですね、1ページぐらい、スラ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 とこうどんどん出てくる、る暗唱している言葉が出てくるんですね。もうめちゃめちゃ天才で、全然こう年老いてるっていう感が全くないんですね。で、本当にこう、すごくはつらつとされて、お耳がね、ちょっと悪いんですけども、それが本当にこう、脳の機能とかすごくこう素晴らしくてで、発想が早いんですね。なので、本当にこう、老化が遅くなってるなっていう風に感じています。で、おぶ先生は本当にこう、 1>, 毎1週間に1人、お2人、やっぱり患者さんが亡くなられるので、その患者さんにいなくなるのに一番こう寄り添うには、自分自身がその患者さんよりも死に近い方にいなければ寄り添えないというので、朝起きた時に、3時ごろ起きるらしいんですけども、起きた時に、今日1一日が、今日で一日の最後だ、今日で人生の最後だと思って生きてですね、で、一生懸命こう心を尽くして、患者さんに寄り添って、 で、夕方終わったら、えー、晩酌をしながら、えー、今日よく行き切ったなーって、こう、中をなでなでしながらですね、えー、自分自身にこう感謝を響かせてるって言うんですね。なので、まとめると、ときめきをもってですね、この大好きなことに没頭する、もちろん感謝を響かせること。そうすると、ゼロポイントフィールド側からエネルギーが湧き上がっているので、老化のスタートを遅らせることができると。 いいうふうふに伝えていますだから躍動感、ワクワク、すごくこの大好きっていうところからですね、えー、どん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 若返らせるような。 がが遅れるような形が進んでいきますで私自身非常にこう嬉しかったんですけどもちょうど昨日ですねトレーナーさんの集まりがあってですね1年ぶりに会ったトレーナーさんから大ちゃん先生去年より若くなってませんかってこう言っていただいて非常にこういやーありがたいなと感じておるんですがこの自分の大好きなことにこう没頭しているとどんどんこの自分を若返らせるような感覚がですねこう湧き上がってくるかと思います。ぜひこのありがたいな 引っ張らせることも重要ですし大好きなことこときめきをですね感じて生きていっていただければと思います、えー、関連動画ですねこちら見つけさせていただきますよかったらチャンネル登録はこちらとなっておりますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら